ご紹介ありがとうございます。徳永でございます。私どもは個別化医療に向けたヒトゲノムバリエーションデータベースというテーマで、データベースを構築しております。背景としまして、そのゲノムワイドなスニップ解析タイピング技術、それから次世代シーケンサー NGS ですね、の技術がもう革新的に向上しているということで、そこから出てくる、データそのもの、また新たに発見される疾患関連薬剤応答遺伝子、変異というものが加速度的に増加していることはよくご存知だと思います。こういったデータを半永続的な管理、あるいは研究者間で情報を共有することによって、さらに新たな研究成果を生み出すという作業が非常に重要な時期に入ってきています。で、そのために変異と表現型の関係を体系化して、そのデータベース化するということが大変重要になるということで、例えば複数の遺伝子あるいは変異というのが疾患への複雑な関与をするという、いわゆる複合疾患と呼ばれる、一連の疾患があります。あるいは同一疾患における変異部位、種類、特異的な症状、同じ疾患であっても変異の部位や種類によって、症状がいくらか違うというようなこともだんだん見えてまいりました。あるいは同じ遺伝子変異というのが複数の疾患に関与する、こういった場合も非常にそういう結果が得られてきているということで、こういった知識といいますか、データをですね、体系化してデータベース化するという作業が大変重要になるというふうに考えております。で、海外を見ますと、非常にそういったところはやはり正直言って、先行している、しかも大規模に行われているということでありまして、 NCBI は DBSNI、DBBAR、DBGAP、GAP は特によく、DBSNIP、DBGAP よく知られていると思いますが、一方は SNIP 情報を蓄積、大量に蓄積しているデータベースでありますし、この DBGAP の方は GWAS とか次世代シーケンサーのデータを、昨今は次世代シーケンサーのデータも含めてですね、遺伝子型と表現型、あるいは疾患の関係をのデータを大規模に収集、搭載しているという状況です。同様な機能を持つ EBI、 ヨーロッパの方の EGA と呼ばれるデータベースがあります。あるいは GEN2FEN、 その他いくつかの比較的広く海外で使われているデータベースがあるという状況です。あるいはこういった変異データ少し、例えば HGMD というのはいわゆる遺伝性の疾患、単一遺伝疾患を対象として、やはりさまざまな疾患に関する原因遺伝子変異を蓄積したデータベースがありますし、臨床的な特徴、クリンバーと呼ばれる臨床的な特徴について、特にそのクオリティチェックもしながら集めてまいりきているという、そういった特徴を持つデータベースもあります。あるいはやはり、ヒューマンジェノムバリエーションソサエティという、単一遺伝子疾患の原因遺伝子を、遺伝子変異を、非常に、クオリティチェックをしながらデータベース化して、LSDB というデータベースができている、そういった活動もあります。あるいはがんでありますと COSMIC、ICGC、TCGA、こういったデータベースはがんの NGS を用いた大規模な解析結果をデータベースしている、データベース化しているという、非常に大きな活動が行われているということ、状況があります。そこで私どものゲノムバリエーションデータベース、正直もありまして、その人材も全く、人的規模もですね、そういった今ご紹介したような大規模な海外のデータベースに比べると全然小さいものですけども、なんとか我々なりの努力を払ってですね、変異疾患、薬剤応答、ウイルス感受性、耐性、臨床情報、こういったものを整理体系化して俯瞰可能にする、あるいはさらに表現型との、基準疾患発症の基準理解促進、こういったことで個別化医療の
実現に向けて貢献するということを目標にしております。まあ、こう繰り返しのようになりますけど、 NGS で参戦される大量のデータ、それからスニップ解析、ゲノムワイドのスニップ解析からのデータ、こういったものを搭載するとともにですね、文献情報を含め過去に算出された疾患、さまざまな疾患フェノタイプに関わる情報とデータというのをどんどんその私どものデータベースには格納しております。それに加えてオミックスデータとの連携による疾患薬剤薬物応答の基準の理解に、のヘルプになるようなそういったデータベース、知識的な知識を加えたデータベースも目指しております。その結果としてその基地の変異の情報をもとにしてですね、新しく見出された変異が表現型にどのような影響を及ぼし得るかということを予測できるような、ある程度予想できるようなデータベースになるということも目指しているわけです。で、例えばこれ集団間の違いというのは、無視できないほどあるという、非常に一つのこう単純な表示器でありますけれども、上のこのそれぞれの染色体について、上の段が、日本人の1000人ゲノムプロジェクトのデータ、下がヨーロッパ系の集団のデータですが、その変異の、密度だけを表示して、種類はともかく密度を表示しても、こういった染色体のそこかしらこういうですね、明らかに目で見てこう密度が違うというようなところがあるわけですね。こういう集団差があるということで、日本人を中心に、日本人のデータを中心に体系化したデータベースも必要であろうということをは言えるかというふうに思うわけです。で、これはもう私どもが実際にウェットの解析もしているものですから、そのデータを例を一つ持ってまいりましたわけですけども、原発性胆汁性肝硬変、肝臓の難病の一つとされているものですけども、 GBAS を行った結果、日本人で、ヨーロッパ系の結果とヨーロッパ集団の結果と共通のものが見られると同時に、日本人で新たに見出されるものもいくつかあると。さらに日本人では必ずしも、ヨーロッパ系とは同じ傾向にはならない、細かく見ると基本的には傾向はよく似てるんですけども、少なくとも集団における重要性といいますか、遺伝要因の重要性を一つ一つ個々の遺伝子の変異について考えますと、かなり違いがあるということも明らかになってきております。これもやはり日本人のデータベースを作る意味ということであろうかと思います。で、さらにこれは私どもの仕事研究成果ではなくて、その創設を拝借したものですけれども、こういった細胞内のパスウェイのを表記する、そこから薬物に対する応答性、そこに変異情報を加えまして薬物に対する応答性を予測できるような、そういったデータベースもこれから目指したいというふうに考えております。これまでに、第1期の私どもは第1期の方でも採用していただきまして、データベースをここにあります6種類のデータベースを作ってまいりました。下の4つはですね、いわゆるスニップあるいはコピーナンバーバリエーション CNV についてですね、健常者、日本人の健常者のデータ、GBAS のデータ、それから健常者の CNV のデータ、それから疾患が関連の CNV のデータ、すでに出ておりまして、特に今力を入れているのは、その次世代シーケンサー、主に次世代シーケンサーから参戦されてくるで、塩基の配列情報に基づいたデータベース。実はこのデータベースの中身は、この SNP の GBAS のデータも全部入っております。最もその包括的なデータベースとしてこういったデータベース、それから HLA 情報は非常に HLA はたくさんの遺伝子に関わると、あ失礼、たくさんの種類の疾患に関わるということで、 HLA に関しては特に、それだけを取り上げた、データベース
ということで、この HI 領域の推計層をもとに構築したデータベースというのも作っております。データベースの概要、これは先ほども、個人情報の保護等のお話がありましたように、非常に人のゲノムの情報ですので注意深く取り扱う使わなければいけないということで、内部用のデータベースと外部用の公開用のデータベースに大きく分けてデータを格納しております。内部用のデータベースには当然のことですけども、ローデータですとか生データでありますとか個人ごとのデータが入っております。で、公開用のデータは個人ごとのデータをもちろん公開データにはなりませんので、むしろ頻度のデータ、それから統計学的な解析を加えた後のデータが公開用のデータとして、誰もが見れる形になります。で、一方その内部用のデータベースの中に構築されている個人ごとのデータというものは、研究者の方に特別にデータ利用申請をしていただいて、その NBDC の中でに設置されているデータアクセス委員会、データアクセス検討委員会によって審議されて、その利用許可が得られると、その研究者の方に提供するという形で運営しております。少しその中身、データベースの中身をこう紹介しますけれども、標準スニップデータベース、これは日本人の健常者のスニップ情報ですけども、いろいろなスニップ、それから個々のスニップについてですね、日本人のデータ、頻度のデータ、それからハプロタイプのデータといったものが基本的な、集団遺伝学的なといいますか、遺伝学的なパラメーターについてその計算結果が出ているということです。それから GWAS につきましては、もちろんいろいろな疾患、疾患で検索しまして、ある疾患についてこういうふうにゲノム全体に関連解析をした結果が表示されると、特に強い関連を示されたところは赤いこういうマークで分かると。そしてそのブロックを、これはマンハッタンプラットという、ゲノム全体の関連解析の結果を俯瞰する図であります。そしてそのブロックにつきまして、この領域に興味あると、クリックするとこの細かいテーブルですね、実際に頻度がどうであった、統計値がどうであったというテーブルも出ますし、ここにちょっと見づらくなってますけども、P 値とかオッズレーションのそのプロファイル、その領域におけるプロファイルも見ることができます。いろいろなその他のデータベースに、搭載されているいろいろな遺伝子の情報、エクソン、イントロン情報、こういったものもメニューを選ぶことによって表示することができます。あるいは、ロジックリグレッションを行った結果としてのエピステーシスの表示というような機能も備えております。これはですね、リプリケーションスタディとかを行った時のその結果も、搭載できることはすることができるし、他のデータベース、この場合アンサンブルですか、アンサンブルのデータを呼び出して、見ることもできるというようなことでございます。これは CNV をまとめて、示しておりますが、 CNV、 これは健常、日本人の健常者のコピーナンバーバリエーションのゲノム全体の分布図で、特に注目したいところをクリックしていただくと、こういうより詳細な図が出てくるということになります。あるいはいろいろ疾患との、関連解析の結果です、現在まだ一つの疾患しか出ておりませんけども、どういった CNV が、どの領域の CNV がその疾患と関連するかを表記、提示する、そういったデータベースでございます。そしてこれが先ほども触れましたシーケンスベースといいますか、ゲノムのシーケンスを元にした、バリエーションデータベースということで、疾患で検索する、あるいは遺伝子で検索する、
という、そういう機能を持って興味の、皆様が興味の持つ、疾患あるいは遺伝子で、ゲノム領域といったことで、フォーカスしますと、こういう例えばこれちょっとこう見えないかと思いますが、あるゲノム領域の遺伝子についてこういうふうに P バリューがある疾患とですね、これはちょっと見づらいと思うんですけども、リウマチと関係するものをここでは取り上げてたと思いますが、P 値がどうだと。そしてここはですね、ちょっとこう固まってますから、実はゲノムの配列が見えるようになってます。で、リファレンスのゲノムのシーケンスが入ってます。で、さまざまな、ここに書いてありますような、さまざまな情報をメニューの中から表記したいということで選べば、こういうふうに下に、どんどん図を加えていく、見ていただくことができるようになっています。もう少し細かく見ますと、こういったところを、さらに拡大しますと、これは実は塩基の配列がずっと続いていて、ここの場所にはその、2種類変異があります。そして、ある関節リウマチなら関節リウマチとの関連が報告されていますということで、分かるわけです。そしてテーブルも表記することができるということでございます。はい、まあ、こういう NGS 解析自体もどういった、テクノロジーで、解析されているか、そういったことも含めて表記できるようになっております。あるいはオミクスデータとの連携 を、まあ、そのオミクスデータと連携つなぐ形で分析したいという先生もいらっしゃると思います。こういったタンパクのネットワークの中に、疾患の、も合わせて表記するということを試みております。それからこれはバリエーションデータベースの中でやはり俯瞰、ゲノム全域を俯瞰する図の一つですが、今登録されている全ての遺伝子内での変異でどういう疾患、特定の疾患あるいはフェノタイプと関係するところを、こうやって、色と記号を変えてですね、表示してくれています。で、ある疾患、注目する疾患について、のみ表記することもできます。そしてそこをクリックしていただければその詳細が分かるという形に、作っております。HLA につきましては、そのハプノタイプごと非常に多様性に富む、遺伝子の数も違うという非常に多様性に富む領域でありますので、ハプノタイプごとにその塩基配列を決定されている、そういったデータを、格納しておりまして、相同性の配列解析といろいろ分析できるようになっているということです。で、これからさらに加えたいのは、もう実際にこういう、ある種の、この場合は、すみません、書いてます。B 型肝炎なんですけれども、B 型肝炎の慢性化に関わるハイリスクのあり得る、ローリスクのあり得る、HLA は非常にあり得るの種類が多いというのが独特の特徴でありまして、これは優位のあり得るだけ表記してるんですけれども、関連を示さないあり得るはもっとたくさんあるわけですけれども、その中でこういう、どういうタイプがどういう疾患に関連するか、そういったデータも代表的なものを集めてデータベース化したいというふうに考えております。ということで、これはもうまた別の話題になりますけども、疾患の原因遺伝子、特に伝病ですね、単一遺伝疾患の原因変異が分かってまいりますと、遺伝子のどの部位に生じても疾患発症につながる場合もあれば、特定のドメインがどうやら重要で、そこに生じた変異だけがその疾患と関連するということとか、いろんなそういうその疾患と遺伝子ごとにですね、特徴があるという、があるということも見えてまいりました。そういったことを体系化することによって、疾患の発症基準の理解や新規変異が見出されたときに表現型にどのぐらい影響するかと予測するようなことも徐々にできてくるのではないかというふうに期待しています。そのためにはまずデータを、これから算出されるデータに限らずですね、
文献データも含めてどんどん収集していくと、収集して登録していくということが重要だと思います。考えておりまして、かなりの数すでに、文献データからデータベースに作り込んでおります。それからまだ、公開を待っているたくさんのプロジェクトがあります。これは随時論文発表後、一般公開していけるというふうに考えております。これ共有ガイドラインです。非常に人のデータ、ゲノムのデータですので、十分に注意を払って、基本的にはNPDC のとして その方針に従いまして、いくつかの階層にデータを分けて、扱うということでございます。今後ですが、この後でお話しいただける菅野先生のグループが構築されるがんを主体としたオミクスデータ、ここと連携できるように、オーバーラップがあるという意味じゃなくて、補完的な意味を、役割を果たすようにしたいと思ってますし、ますますその多くのデータを、受け入れる、あるいは文献データをさらに、収集するという活動、それから最後に海外のデータベースとの連携をより強く持っていきたいというふうに考えています。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。